マイク変わりました。私はですね、今回この熊本に、熊本2区と、南区、熊本市南区に、応援に参りました。デジタルです。私はですね、この2人の共通点といたしましては、行政改革というところにしっかりと重きを置いているというのを私は非常にこう高く評価したいと考えております。私がですね、国会にやってまいりましたことをですね、しっかりとこの2人は県と市でも行うということをですね、もうこの公約に掲げております。今の日本行政というのはもちろんですね、無駄が多い。今年のですね、税収というのは、68兆円で、過去最高の税収を記録しているんですよね。しかしこの現状どんどん悪くなっているというのは明らかにこれは、政治の失敗であると、行政の無駄遣いが原因であると、私は考えておりますので、これをですね、星野真奈と坂本昌宏、この2人にですね、しっかりと正して、皆様の納めてくださった税金を、未来に残せる形でですね、しっかりと有効活用していくというのを、私は望んでおります。この波がどんどんと、熊本から、他の九州の地方、佐賀、福岡とね、宮崎と広がっていけば、必ず日本は、より良い方向に変わります。そして私が総裁選で勝てるというのはあれんですけども、このような、ちょっと話がそれてしまったので戻しますが、星野真奈と坂本昌宏というのは、小市民、本当の市民として、2世議員、私のような2世議員ではなく、しっかりとね、この地に足つけて、坂本昌宏は58年、星野真奈とは36年、しっかりとこの日本で地に足つけて戦ってきたと、いうことを私は知っておりますので、これは確実にですね、世間を知らない2世議員とは一線を画すというのは、もうこれ確定的に明らかでございますので、皆さんの一票で、この熊本を行政改革、熊本に新しい風をというのをですね、実現していただければと私は考えております。熊本にもっとデジタルの波をね。ありがとうございました。小野さん、ありがとう。坂本さん。